皆さんごきげんどうも、ご主人様です。アマーチンです。エルデンリング、シャドウオブジエルデ3、実況始めます。クルエビの王撃破した前回。頭クルエビなくせに素直にパリー取らせてくれる実に良いシャブだったのよ。でも道中のエセホウズキだけは勘弁な。これで残る未探索エリアは一つを残すのみとなりました。それでは今回も頑張っていきましょい。ところでこいつを見てくれ。これをどう思う？すごく。ひまわりです。そう、ひまわりです。ひまわりなんです。大事なことなので2回言いました。これが今回の獲物、エイリン層の大化。前々回エイジュの化身くんをファイヤーしてゲットした強く武器。ボスのドタマを引っこ抜いて武器にするという模範的焦りとムーブ。カテゴリは特大武器。指の次はひまわりだー。戦技はエイリンズ付き。まんまやな。追加入力でヘドバン。フラワーロックやな。令和生まれのお子様にはちょっと早すぎる一品。今回はこいつでオーガニックな探索を心がけるのよ。そして今回探索するのがこちら。ラウフの子遺跡です。この遺跡のどこかにあるという封印の木、それをメスメルの種火で焼き払うことによって、影の塔、そして神の門への道が開きます。そこには影の地で我々がずっとその足跡を追っていた、ミケラがいるはずです。そしておそらくもう一人。盛り上がってまいりました。では探索を始めましょう。今回も探索パートはダイジェストに強めね。すまんな。このエリアは緑豊かな屋外と遺跡の内部が多層構造をなす。エリア全体がいわば巨大なレガシーダンジョンとも言うべき構造。ほんと道に迷っちまってしょうがねえのよ。ここ怪しいな。幻の壁発見。今日のご主人様冴えてるけど一つ見つけるたびに見逃しが気になっちまうのが幻の壁なのよね。絆の石をゲット。説明を読みましたが正直よくわかりませんね。どこかでお試しに使ってみっか。オーサソリクモ、受験士、決起などおなじみの面々がお出迎え。モブのオールスター勢揃いって感じなのよ。前方に佇む幹発見、角の戦士、いや違うな。え、こいつもしかしてウツボの騎士、DLC でトントご無沙汰だったウツボくんがここに来て戦技途中でやめんなや。見た感じオルドビス剣の戦技と同じ。でも随分とごっつい獲物持ってんな兄ちゃん。やべえな、特大武器両手持ちはパリーできない。ウツボといえばパリー、それを封じてくるとはこいつやりおる。正直いっつもパリーで倒してたからパリーなしでの立ち回り忘れちまった。しかも相変わらず家庭なおい、まだ半分も削れないとかどんなだ。おいなんだその技見たことねえぞ。DLC 初登場のウツボくとはやるねえ兄ちゃん。でもなんか適当におねろりしてたらかわせたわ。ついでにダウン致命も取れたわ。ごっちゃんです。沖攻めは戦技ひまわり頭突き、オーガニック中堀に包まれて死ね。デボニアの大土とルツボの土兜をゲット。やっぱウツボマンやったんやなって。ルツボの騎士を倒した先で祝福とミケラの十字を発見。ミケラーの十字は久しぶりなのよ。エイジュの破片あざっす。久々ミケラー。我が最後の肉体を、ここに捨てる。最初に見つけた十字の言葉が最初の肉体を捨てる。この場所が最後の肉体。いろいろ回り道してきましたが、最初と最後の帳尻は合っていたみたいですね。さらに小遺跡十字の置き手紙をゲット。ダンさんからの置き手紙、封印の木はこの先にあるそうです。師匠は出す。祝福で休憩しつつ先ほどルツボの騎士がドロップした物も確認しておきましょう。先ほど倒したのはルツボの騎士のサイコさんである騎士デボニア。戦技はオルドビスの体験と同じようですね。ステータス的にはご主人様でも使えるのな。でもあの下半身ケンタウロスなルツボ祈祷も欲しかったな。ルツボの土兜はルツボ祈祷を強化する頭装備。デボニアはルツボの起源を追い求め一人黄金獣を旅立ったという。これほどドラマ性のある記述がなされたルツボの騎士は彼が初めてですね。ルツボの騎士って本編じゃキャラ描写ほとんどなかったのよね。ダンさんの示す方角に進む前に一度戻ってみ探索な場所を再確認。できるだけ見逃しはないようにせんとな。戦技落葉旋風足をゲット。落葉格闘専用の戦技、ダンさんの奥義だそうです。師匠重ねてあざっす。それでは先に進みましょう。おいなんかあれな仏見えてんぞ。またお前かよ。長い橋の先からウィッカーマンがこんにちは。どのエリアにも最低一体配置しやがって。一家に一体かよ。頼むからもう出てくんな。マジ頼む。
翡翠の結晶雫ゲット、攻撃で HP を吸収する霊薬。略奪の亀尾と冒涜聖剣と組み合わせて使うと強そう。あのウィッカーマンが言ってみれば門番ポジ、ラウフの子遺跡もここから後半戦ですかね。これでまだ半分とはな。後半戦からモブも1段階グレードアップ。以前戦争門の先で遭遇した角の戦士がここで再登場。中ボスクラスのモブを出すのは悪い文明。角の戦士の肉たちはパリ狙った方が安定やな。バックスタ取れないし狂人はお化けだしまともに戦うときっついのよね。上級国民を締めた先で祈祷神取りの羽をゲット。さっきのミキが使ってたショッパンみたいな祈祷ね。これも欲しかったのよ。あの戦士は角の戦士の始祖である神取りの戦士だったようです。つまり上級角ミキってことだったのな。なんかあれな、角ミキ関連のフレーバーにやたらウツボって単語出てくるけど、ウツボマンの中身って角ミキだったりするのかしら。それはどうでしょうね。むしろ影の地こそが狭間の地で我々が見てきた全ての万物事象の、その起源であると見た方がいいでしょうね。黄金樹のみならず意味角、ルツボ、悪神、二本指、そして狂指、全ては影の地から狭間の地にもたらされたという気がしてなりません。だからこそ先ほど戦ったルツボの騎士デボニアは、自らの起源を求めて影の地に旅立ったのでしょう。腐敗の眷属も登場。そういえばこの肉たちラウフの麓にもおったのよな。怠慢でも強い肉たちだし複数相手にするとさらに厄介。無視と乱発されると軽く締めるから中距離で一匹ずつ排除が安泰ね。ここでは祈祷無視との槍をゲット。祈祷無視との上位版のようですね。ダメ攻撃ができるようになったようです。ただでさえ強かったのにその上位版とかええやん。エルデランドに帰ったら早速エルケもミキにぶち込んでミントな。角の戦士も再登場。あの大極拳持ちの肉強いのよな。放置でもいいけど一挙やってみっか。お、やっぱ大極拳な肉もパリーでいけるんやな。これはもろたで駆動。OK、肉の大極拳はドロップしてくれないんか。これも欲しいから出るならマラソンするのもありやな。ここからならあっちにジャンプでいけるか、落ちてもギリ死なないだろうし試してみっか。ちょいや。ってあれ、今なんかおかしくなかった。一瞬空中に着地していたようにも見えましたね。っていうことは、やっぱり、透明な床あんじゃん。ジャンプした時に引っかからなかったら間違いなく見逃してましたね。運も実力のうちってもんなんやで。ここはラウフの麓を探索した時に、マップでは何か確認できていましたがルートが分からず諦めた場所ですね。こんな方法で行くとこやったんやなって。これなんなの？以前アンテの廃墟で入手した石鞘の剣、あれをこの祭壇に捧げられるようです。じゃあ早速。石鞘の剣がライトソードに変わりました。マジか。こんな仕掛けがあったんやなって。専用戦機は光。これは間違いなくイケメン戦機。さらに戦機発動後攻撃力アップのおまけ付き。名前から性能まで属性モリモリな武器ね。一応強化して機会があれば使ってみるのも悪くないのよ。さらに探索中、以前洞窟で戦った決死の長にも遭遇。ザコモブだと思って喧嘩打ったらまさかの長だったでござる。終盤にこうやって中ボスをモブ配置するのはフロムの悪い癖。しかも中ボスクラスのくせにドロップがしょっぺい。しかも周囲にレアアイテムすらないとかどんなだ。何か見落としているかと探し回りましたがこの周囲特に何もないみたいなんですよね。一般通過決起の長だったのな。さらに探索を進めてるつぼの初層、花をゲット。ミランダフラワーが放つ地面から光の柱を放つ攻撃。あれが使えるようになる祈祷ですね。ダクソ3のデブちゃんも使ってたやつな。なんかあれもあったらこれもあったらっての全盛りにしてきやがってんのな DLC。2時間ほど探索をして最王の祝福とボスキリを発見。多分いろいろと見逃してるんだろうけどこの辺りでいいか。いつまでもお待たせするのも悪いでな。これだけひどいエリアだし当然強くボスでしょ。せっかくだからこのひまわりで書き込みしてやんよ。バフもかけて準備完了。エルデの女王、いざ参る。ボス戦つぼみの聖女、ロミナ開始。大
あれ、イアンなこと言ってる場合じゃない？見た感じムカデとサソリの下半身にセクシーお姉さんが上半身のハイブリッド。これはまた無印だクソのクラーブメキ以来伝統のフロムの性癖こじらせタイプのボスやな。お、飛んだ。落下早すぎー。この手のボスはお姉さんに張り付いて戦うってのが上策。下手に距離を空けず食らいついて密着戦とな。しかもネキの獲物、あれは不走か。大振りが災いしてさっきから密着してるだけで使ってる攻撃も多いのよな。ムカデとサソリのローリングダンゴムシ、セクシーやな。でも意外に回避は簡単。崩れた。見た目セクシーだけにネキ体感弱いのな。置き攻めにひまわりヘッドバットでドヤ。ってまずい、これ第二形態か。ってやばいやばい、死ぬ死ぬ。しかも腐敗になっちまった。こいつはしんどいのよ。被弾で腐敗ゲージ溜まってたのは知ってたけど大したようじゃなかったし、ゴリ押しでいけるわと思ってたらこのありさまよ。腐敗になっちまった以上長期戦はギリギリ。一気に畳みかけて速攻で決める。ストーカー並みの執念でお姉さんに食らいつくのよ。またこれか。あれかなり早めにロリしねえとかわせねえな。回復は思いっきり距離を取れば安定。そしてまた恋人たちの距離まで急接近。よし、また崩れた。これはいける。ひまわりヘッドバットでしまいやで。ちっちょうミリ残った。でもこれで終わり、ほらつぼみの聖女、ロミナ月下おめでとうございます。アイアームチャンピオーン。そしてつぼみの聖女の追憶をゲット。さらに初の追憶ボス初見撃破のおまけ付き。いや、これまでのセクシーネキとの激闘の経験が光った一戦だったのよ。あとひまわり杖は、さすが特大武器。ひまわりと言っても舐めたらいかんぜよ。ダウンに買い取れたのはひまわり様様やったな。ではつぼみの聖女の追憶を確認。すべてを焼かれた教会で、ロミナは異様の神聖を見出し、まがまがしい赤い腐敗にすがった。焼け跡に、またつぼみが芽吹くように。正直ネキの登場いきなりすぎて誰なの状態が強み。すべてを焼かれたというのはメスメルの日のことでしょうね。腐敗といえば新人としてのマレミアの率であると同時にシクアです。もしかするとマリカとラダゴンの子であり新人でもあるマレミアが、腐敗の率とシクアを背負って生まれたその起源が、聖女ロミナにあるのかもしれませんね。では聖女ロミナと戦った教会を後にして先に進みましょう。ダンさんの手紙によれば、この先に封印の木があるはずです。いや、長かったな。エリア全体がダンジョンみたいな構造してっから探索も時間がかかったのよ。どうやらここが目的地のようです。え、ここなの？封印の木はどこなの？てちっさ、封印の木ちっさ、木を焼くっていうからてっきり黄金樹並みのビッグスケールを想像してたのよ。封印の木は影で塔を封印するエイジュの枝葉のような存在なのかもしれませんね。じゃあ焼きますか。景気よくボーボーに。
さかの転送。黄金銃焼いた時と同じ。どうやら影の塔にそのまま移動したようですね。マップで確認すると、ちょうどベルラートの奥、影の塔のあるエリアです。エリア名はエミル・エリム。ついにラスダン、いいじゃない。ラスダンに到着したところで今回はここまでですね。ついにクライマックス間近、胸熱やな。影の地でミケラの足跡を辿ってきた我々の旅もいよいよ終わりが近くなってきました。それでは今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。